こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ビーンソーローン。あーあーちゃん、リメンバーフェーン。キャロルキングのビーンツかなあんなのぜ。どうしました？のっけから。世界には約束の地に強く憧れる人々がいる。父と蜜の流れる地ね。最近もきな臭いところではあるが、個人の記憶にも DNA にも書かれていない約束の地とはどこにあるのだろう。今回はこのシリーズっぽいもののまとめかな。歴史の見方についてもテーマにしたんだけど、ざっくり言えば、宗教的な視点を持たないと、特に過去の歴史は見えてこないということかな。日本史であれば、仏教への熱い眼差しがなければ、多分、全国でお寺の数がコンビニよりも多い理由もわからなければ、世界史も、キリスト教やイスラム教への信仰への激しさがわからなければ、見えてこない部分があるだろう。素晴らしいからこその激しさね。左翼主義が勝った現代教育から見れば、過去とは、宗教で苦しんだ人々の怨嗟の声に満ち、迷信に満ちた人類史に見えていることだろう。これは、歴史観の問題ね。そう、歴史というのは、現時点の思想的バイアスから離れて客観的に見ることは、難しいんだね。それはわかるわ。でもこれ自然観もそうなんでしょ？そうだね、科学的な視点に立てば、その時代の歴史観とは無関係に自然を客観視できていると思えてしまうんだが、そうはならないんだね。例えば戦後であれば、世界は全体主義を匂わせるものに拒否反応を起こしてきたけれども、それは、生物が種や個体群のために利他的な振る舞いをするという平等に、過敏に嫌悪感を抱くといった反応として現れていたんではないだろうか。ふむふむ。あるいは西洋社会のキリスト教的世界観へのいやいや反応が、唯物論を招き、その世界観で完結している進化論で、正規論的な思想の復興を封印しているということはないだろうか。これらは、結構集団的無意識の反応であることが、多いのよね。無自覚的に進化論批判に対して、嫌悪症状を発するのぜ。現代人の典型的反応。デカルトやカントが、精神界と、物理法則が働きやすい物質界とをバッサリと分けてしまったことで、科学の時代が来たのよね。この時、物質界には3次元や、あるいは4次元の物差ししかなく、自然界の合目的性の由来は、こちらの精神側に分類されていた。でも力学的な物理学の発展には、目的性を問うことはなかったので、その科学の時代は、精神世界に分類された対象を、一層見えにくいものにした。そして科学的な自然観に残された材料だけで、生物の合目的的な起源を説明できたのが、ダーウィン論というオフレコミでしょう？しかし、それは偶然という素材と、結果としての自然選択という後付け論による、非常に限定的な説であって、今でも、そして、人が生物に適応を感じる度合いの強い事象ほど、こちらにその適応の起源があるというのだね。ちなみにダーウィンが自然選択説の根拠にした、育種化による品種選抜、人為選択の、選択する主体性も精神界に位置づけられるんだけど、自然選択はこちらの素材でできるという思考は、哲学的にはエラー表示なのぜ。じゃあ学校で習う進化論は？まあ、天動説の時代でも惑星の動きは割と法則化できていたからね。そんな間接的なお答えで悟れと。この精神界を見えにくくして、ダーウィン論が科学理論のように見える魔法をかけているのが、適応度、という用語だろうな。さっき適応の度合いって言ったけど、今回あまり話を展開しないけど、適応の根拠になる精神に、ヒエラルキーが存在するからだね。精神の次元によって、その現れでもある適応的な現象にも違いがあるように見えるのね。それでこのシリーズのまとめをするとすれば、この精神界が見えにくくなっているのは、科学の問題ではなく、人類史、主に西洋史の問題、つまり20、21世紀の歴史的な問題であって。だからタイトルが、歴史と科学なのね。多分、世界が適応しているように見えるのは、自然界の4つの力の定数が、宇宙の成立にぴったりチューニングされているところから始まって、急にスケールの大きな話になっちゃった。地球の気温の一定性や海と陸のバランスなども含み、生物圏、生態系のスケールでも働いているからだろう。そうなんだ。植物の光合成と生物の呼吸とのガス交換とかもね。じゃあ、働く細胞とかの神秘も。そうだろうね。こうして世界は、マクロの世界でもミクロの世界でも、適応の妙に満ち満ちているんだけど、今は、それを偶然で片付けようという時代風潮なのぜ。だから進化論が真理の顔をしていられるのね。マルクスの唯物論、ニーチェの強調する偶然、ダーウィンの進化論、このあたりがここ200年の闇深い思想なんだろうね。今回は、前世の、私が寒空の元の植物に話しかけたあたりから話が始まったんだけど、前回ね。そういう気持ちや動植物の思いは、日本人は太古よりずっと身近に感じていたものであっただろうし、それがために、明治期以降、進化論が日本に入ってきた時に、特にその唯物論的な世界観に、仏教や神道の思想界は、かなり激しく反応しているんですね。
もちろんキリスト教会もだけど。日本にはキリスト教が浸透していなかったから、進化論はすんなり浸透したという説は、都合の良い大本営発表なのぜ。あるいは史学や神学などによって、受け入れやすい思想は整っていたかもしれませんけれども、それにしても、すんなりとその唯物論的世界観が、受け入れられたわけではないんですね。仏教界や日本のキリスト教界は、物心や物心の法則と、生物の進化とを融合しようとしていたけれども、ああ、国家神道は進化論を否定するようになるのよね。だからかどうかわからないけれども、戦後の反動で、進化論は公然と真理のように扱われるようになるのぜ。公共放送は特に進化論大好きだな。義務教育をしっかり受ければ受けるほど、進化論に疑問を抱く方がバカのように見えるのはわかるけれども、もしご縁あってこのチャンネルにたどり着いたのでしたら、ぜひいくつかご覧いただいて、いろいろと疑問を感じていただければ。公人に存じます。絶対普段使わない言葉。歴史というものは、個人の記憶にも DNA という塩基配列にも刻まれているものではなく、その地で、生まれて、死に死に死んでいった、無数の命あるものの積み重ねの中にあるものだ。動植物にも、わずかになら認められるのね。これらの歴史の積み重ねが、人類史であったり生物史であったりするので、科学的な切り口で切った断面のみで、歴史は見えてこないのぜ。遺跡の分析や DNA の変異の際を調べることは、過去を知る資料としては重要なんだけど、歴史とは、科学で捕まえられる範囲のみでは、とても読めないものなのですね。はい、では歴史と科学という、ちょっとパッとしないテーマで4回ほどお送りいたしましたが、まとめとしては、こんなところで。よろしければ、高評価、登録、よろしくお願いいたします。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。